はい、じゃあ始めます。キャラバンコーヒーの岡田和也と申します。本日はよろしくお願いいたします。本日皆様にご提供させていただくコーヒーはパナマからボケテ地区のコーヒーです。こちらのエリアはバルー火山のふもとに位置をし、火山灰の土壌によって豊富な栄養素がコーヒーに与えられます。また2000メートルもの高い標高にあって昼夜の寒暖差が大きく、コーヒーの種子にしっかりと酸と糖分が蓄えられた良質なコーヒー豆が産出されます。本日はこちらのボケテ地区よりメカニカルウォッシュ製法のコーヒーをご紹介いたします。従来の発酵素を使用するウォッシュド製法と異なりまして、機械式によるミューシレージを熟する方法を用います。こうすることによってミューシレージがわずかにコーヒーチェリーに残ることによって、より複雑で奥行きのある風味が生まれます。フレーバープロファイルはオレンジ、シロップ、その奥にかすかにカンパリやディンブラのフレーバーを感じることができます。私はこのコーヒー豆の持つポテンシャルを最大限発揮し、この複雑なフレーバー感を生かしつつも後味にクリーンでフルーティーな風味のあるカップに仕上げてまいります。本日使用するドリッパーはこちらの三洋産業のフラワードリッパーです。こちらの最大の特徴であるこちらの花びら状の深いリブと厚みのあるコーヒーの粉の形成によって、今回のコーヒーの持つポテンシャルを最大限発揮することができます。またこちらの大きな一つ穴の構造によってコーヒーの粉にストレスをかけることなくスムーズな湯通しも可能になります。それでは実際に抽出を行ってまいります。今回の私のドリップにおける最大の特徴は蒸らしを行わないことにあります。通常は蒸らしを行うことによってコーヒーの成分をより効率的に抽出することが可能ですが、過抽出になりやすく、今回のこのコーヒー豆の持つ複雑なフレーバーが渋みと感じられてしまうからです。コーヒーの粉全体にお湯が染み渡るように注ぎ、そのまま蒸らしを行うことなく抽出作業に移行してまいります。この時炭酸ガスが気泡となってこの粉の表面に現れてきます。この気泡が現れた瞬間的に底の箇所はコーヒーの粉の層が薄くなるために、粉の状態を見極めながら底の箇所を避けつつ、お湯の量とコントロールをしながら抽出をしていきます。この細やかなコントロールをすることによって蒸らしを行わなくても適度な濃度感のあるカップに仕上げることができます。粉のグラム数は25グラム、メッシュはナイスカットミルの 4.5 番、粗めの粉を用います。お湯の温度は93度で設定をいたしました。
要な量になったら、よりクリアな風味を生かすためにドリッパーの中にお湯が残っていてもコーヒーを抽出を終了いたします。続いて抽出量の少ない A の方に移行いたします。こちらの A 抽出も蒸らしを行わず、このコーヒーの持つ良質なフレーバーのみを液体に閉じ込めていきます。抽出 B よりも使う粉のグラム数が少ないために、より繊細にドリップケテルのコントロールを持って仕上げていきます。こちらは粉のグラム数は16グラム、メッシュはナイスカットミルの4番、味の均一性を保つために B よりも少し細かめの粒度を用います。出来上がりの油温を揃えるために、注ぐお湯の温度は抽出 B よりも1度下げたものを使用しています。こちらも B と同じくクリア感を出すためにドリッパーの中にお湯が残っていてもサーバーから上げます。今回のコーヒーは非常に優れたクオリティを持つお豆だと感じました。ですがその反面、非常に繊細で複雑な風味があるために、抽出の表現が非常に難しいコーヒーだと感じました。アシディティ、スイートネス、そしてアフターテイストと味のトータルバランスをうまく取りながら、心地の良い飲み心地を実現した一杯です。少し温度が冷めてくると、シロッピーのような優しい甘みがより鮮明に感じていただけることと思います。無地のカップが抽出の少ない A 抽出、柄付きのカップが抽出量の多い B の抽出でございます。大変お待たせしました。どうぞおいしくお召し上がりくださいませ。終わります。